どうもこんにちは、リファイトクラブ青春よもう一度の時間です。はい、いつものガイです。ちょっと喉がしわがれてますけども、お気にせずに。カラオケのやりすぎでございます。まあ冗談なんですけどもね、ちょっとたまたま今日は声が枯れてますね。まあそんなことはいいとして、前回ですね、私のアップロードした、まあ、エントリーシートっていうね、そういったリファイトクラブのイベントがあったんですけども、そこに私の10歳の頃とね15歳の頃の写真を AI で逆算して出した、そういったものがありましたが、本当にこうだったのかというね、疑問の声があったかなと思うわけなんですよ。まあなくてもいいんですけども、そこで今回はですね、我がリファイトクラブのボー君の18歳の頃と30歳の頃の画像を再現してみました。元画像はこちらですね。勝手に使わせていただいてますけども、検索すると結構あちこちに出てるんですね。知りませんでした。今更ながら私のね、見識のなさを悔やむばかりでございます。それではグダグダ言っててもしょうがないんで、早速行ってみましょう。18歳の時のボー君です。どうぞ。どうですか、似てますか。でもなんとなくなんかね、今のボー君に育ちそうないでたちではありますよね。この頃からちょっと精悍な顔つきというか、今のスマイリーな感じとは違って、やっぱり闘争心がある若々しい顔をしてますね。はい、じゃあ次は30歳、いよいよ男の顔になる時ですけども、どうでしょうか。ふっ、どうですか、30歳の頃と似てますか。まあ AI ってのはね、データが多ければ多いほど正確にその過去の画像なり未来の画像なりを作ってくれるんですけども、今回ね、この1枚の画像から18歳と30歳を設定したんで、多少無理があるかなと思うんですけども、なかなか面白い動画になったんじゃないかなと思います。リファイトクラブではね、こうやってキックボクシングだけではなくて、ちょっとエンターテインメントの方もね、少しずつ開発して楽しめるコミュニティにしていこうと思います。そしてコンセプトは格闘技のハードルを下げまくることですから、まずはね、自分のお気に入りのブルース・リーやジャッキー・チェン、ロッキー、その他何ですかね、格闘技の映画とかね、試合を見て、わあいいな、すごいなと思って手に汗握ったら、あなたは格闘家です。そこから始めていきましょう。それではまた次回の放送をお楽しみに。いってらっしゃい。